ババンババンバンバン、歯ビバどんどん、歯磨けよ。マルイのフェラーリ308を制作中です。クリアを吹いた後、磨くため耐水ペーパー2000番で研いでいます。白くなっているのはクリアが削れているんです。一度水洗いして次にラプロス6000番8000番をまた水洗いをしてタミヤ赤キャップ白キャップのコンパウンドを経て今回、初めて長谷川のセラミックコンパウンドを買ってみました。一度、他のもので試しています。結構みんな使っているので、使ってみたくなりました。根は張るけど、昔、使ってみたフィニッシャーズのミクロコンパウンドに近い感じますしますね。これはいいですね。ぬるま湯に食器用洗剤をほんの少し入れて洗います。特に深い溝に溜まってしまったタミヤコンパウンドの白い粉を完全に洗い流すためです。とても良いツヤが出てくれました。塩ビ板で作ったフロントウィンドウを一度つけてみて確認します。ダッシュボードのメーターの盛り上がりがぶつかりそうで心配だったのです。大丈夫でした。ここからつや消し黒になる部分の塗装のため、マスキングをします。なんと、ここにはドアノブモールドがついていました。申し訳ない感がありますが、削って後からプラ板で付け足します。サイドウィンドウのパーツも順番に磨いていきます。モールドがしっかり段差になっているので、テープを貼って、ようじで押し付け、目印をつけておきます。刃を新品にします。段差があるので、刃がある程度勝手に沿っていってくれます。角のつながりも完全にカットします。昔作った同じ丸いのノースアメリカ 365BB も同じようになっていたので塗り分けやすそうでした。ボディの方も同じやり方でマスキングします。フロントウィンドウ周りはへこみモールドなので、なぞって慎重にカットしました。308、328のチャームポイント、サイドのブラックラインをマスキングします。端っこはテープの成り行きで、へこんだモールドの側面は本来ボディカラーですが、今回はオミットします。仕方ねえ。なんやって？こうやって貼ると、ドアの筋彫りにマスキングしきれていない部分が出てくるので、切り込みを入れておきます。楊枝などで押し付けます。ここからよく切り込みの隙間にクリア原液を昔は筆で塗っていました。ですが今回は上からまたテープを貼って押し付けます。黒の吹き込みを防げるといいんですが、成り行きになってしまったフェンダー内側もしっかりテープを貼ります。大面積には紙も使いました。ここは上からテープを貼り、押し付けてやってみます。吹き込まないといいんですが。濃いめの艶消し黒を吹きました。さて、どうでしょう。太めのドアの筋彫りに黒色が吹き込まなくてよかったです。これ、もし吹き込むと、リタッチってすごく大変なんです。ドアのウィンドウモールドも OK です。以前ちょっとだけ映ってました、長谷川のランエボ4。順調に進んでおります。こちらはフルビルド動画にする予定なのです。フルビルド動画ってすごく大変ですけど、完成しましたらアップします。今回はここまでです。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、グッドボタン、コメント、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。